ジェームス・バリー、ジミー・ウォーカーは、イングランド・ノッティンガムシャ出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはゴールキーパー。1991年に、名門・イノッツ・カウンティ・ FC のトライアウトを受験するも、あえなく落選してしまい、1993年に、ウォルソール・ FC に入団する。以降、10シーズンにわたって在籍し、ゴールキーパーとして400試合を超えるキャップを記録。 クラブの歴史に名を残すこととなる。2004年にウォルソールとの契約が切れると、ステップアップを目指して、ウエストハムユナイテッド FC へと移籍を果たす。プレミアリーグ昇格争いを演じるクラブの中で、セカンドゴールキーパーとして在籍するも、加入初年度は、膝の怪我によりクラブの同リーグ昇格決定の試合に出場することはできなかった。しかしながら、 翌シーズンとなる2005から2006シーズンには32歳という年齢でプレミアリーグデビューを飾る。しかしながらロイ・キャロルやロバート・グリーンという名も実績もあるゴールキーパーが在籍していたチームでは出場機会も限られており、出場機会を求めて2008年にコルチェスター・ユナイテッド FC へと1シーズン限りのレンタル移席をし、16試合に出場する。 2009年には、レンタルバックしたウエストハムも退団し、同年9月3日にトッテナムホットスパー FC に加入。チームには、ゴメス、カルロクリチーニといった面々がおり、リーグ戦で出場機会は得られなかった。ありがとうございます。